ジョージ・マッセンバーグは、アメリカ合衆国、メリーランド州ボルチモア出身の音楽プロデューサー、レコーディングエンジニア及び、ジョージ・マッセンバーグラブス社の音響製品に関する、設計開発と CEO を務める人物。1972年に、アイスで発表した、パラメトリックイコライザーの基礎理論提唱者としても、知られている。15歳の頃、マッセンバーグは、 電気機器の研究所とレコーディングスタジオの両方をパートタイムで掛け持ちして働いていて通っていたバルチモア工科大学とジョンズ・ホップキンス大学では電気工学を専攻していたが学業に戻ることなく2年生の時に大学は退学してしまったそして1972年5月2日から4日にかけて開催された第42回オーディオ工学会においてマッセンバーグは パラメトリックイコライザーと題された技術論文を発表し、その内容は専門誌や業界誌に掲載され、全世界に論文は公開され注目を集めることとなった。その後、1973年から1974年には、パリのヨーロッパソナーススタジオでチーフエンジニアを務め、数年間は、 ヨーロッパを活動の拠点として音響機器設計とフリーランスエンジニアとして活動していた。マッセンバーグは過去30年間に200枚を超えるたくさんのアルバム制作に関わってきて、その中には、アースウィンドファイアー、ジェームス・テラー、ジャーニー、ケニー・ロギンス、リン・バロン・シュタット、リトル・フィート、トートー、ランディ・ニューマン、ライル・ラベット、フィリップ・ベリー&、フィル・コリンズらがいて、 とても幅広い音楽ジャンルをこなしてきた。それと同時に、たくさんのレコーディングスタジオの設計や運営にも関わっていて、特にメリーランド州ハントバレーのイティスタジオ、ロサンゼルスのコンプレックススタジオなどが有名で、スタジオ音響設計でも様々なスタジオに関わってきて、カリフォルニア州マリングのスカイウォーカーサウンドなどでのスタジオ設計実績がある。 ジョージ・マッセンバーグ・ラブス・エス・ブース・オン・ザ・アイス・コンベンション・マッセンバーグの設計する機器は1982年に設立された GML から製品化されていてプロフェッショナル市場向けとしてのデジタル機器に対応した解像度と帯域幅を目指した製品開発を行っている。特にデジタルドメイン製品に関しては音声信号がデジタル機器に入力され デジタル信号へ変換アナログへ再変化にして再生するまでのプロセスの中でアナログ、デジタル、アナログと変換を繰り返す部分に対する改善を繰り返し目標を達成させるための研究開発に努力を続けている GML 社設立当初からの製品群にはアナログ機器も数多くあり GML2032 パラメトリック EQ GML8200 パラメトリック EQ、GML8300 ヘッドアンプそしてカスタムビルドされたミキシングコンソールやミキシングコンソール用のフェーダーオートメーション、小型サブミキサーなどがあり、スタジオで使われる録音用音響機器に関する一連の機種が GML 社から製品化されている。特に8200イコライザーは 音楽産業では一種のデファクトスタンダード的存在であり、あらゆるレコーディングスタジオで使用されている。1997年にはプロデュースを担当した、リンダロンシュタットの、デディケーテッド・ツーザ・ワン、アイ・ラブで1997年度、グラミー賞のベストムシカル・アルバム・フォー・チルドレンを受賞し、1990年には、リンダロンシュタットの、クライ・ライク・エーレインストーム、 ハウル・ライク・ザ・ウィンドで1990年度、グラミー賞のベストエンジニアードアルバム、ノン・クラシカルを受賞。1998年には、リンダ・ロン・シュタットの、クライ・ライク・エーレインストーム、ハウル・ライク・ザ・ウィンドで1998年度、グラミー賞のテクニカル・アチーブメントを受賞するなど、制作面では、確かな功績を残している。他にも1988年には、 ドリー・パートン、リンダ・ロンシュタッド、エミル・ハリスらで結成されたユニットザ・トリオの作品ではアカデミー・オブ・カントリー・ミュージックのアルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞し1989年にはリトル・フィートのレッド・イット・ロールでベイ・ミックスしテック・アワーズのプロデューサーエンジニア・オブ・ザ・イヤーを受賞し1991年にはリンダ・ロンシュタッドのクライ・ライク エーレインストーム。ハウル・ライク・ザ・ウィンド。1992年には、ライル・ラベットの、ジョシュア・ジャッジズ・ルースのおのおので、エンジニア・オブ・ザ・イヤーも受賞している。最近では、カナダのケベック州、モントリオールにある、マギル大学で、サウンドレコーディング講座での非常勤講師を務めていて、ロサンゼルスの UCLA と、USC や、テネシー州のマーフリーズボロにある松でセミナーを、 開くなど、更新の教育に当たっている。ありがとうございます。